ゲーム業界の一陣の風こと IF 役の上田かなです、えー、たった今ゲームの収録がすべて終了しましたお疲れ様でした、えー、この収録をしている今日なんですが東京は三十五度を超える真夏日でして、まあ、収録は終わったんですけれどもねこの涼しいスタジオから出たくないなと思っている今日この頃です最近の私のゲーム事情はですね PS4 をゲットしました そして近々 XBOX の新作のレセプションにゲストとしていくことが決まりましてゲームハードとはねとても縁の深い生活を送っていますなんかネプトゥーヌらしいと思いませんかハードがいっぱいでね、えー、このゲームが出る頃にはですねそんな新作のハードにもあんなソフトやこんなソフトといったモンスタータイトルが出てるんでしょうかねなんだか下半期もきっとゲーム三昧なんだろうなぁと予想しております ゲームといえばネプトゥーヌもずいぶん新作が出ましたねもう何本目なんだろうなんか私的にはそろそろネプトゥーヌオンラインとかなんていうんですかオープンワールドでもいいですしオンラインの、まあ、パソコンゲームとかまあ MPS3 でもなんでもいいんですけどあのネプトゥーヌの世界で好きなことができるゲームあたりをそろそろ開発していただけないかななんてあのゲーマーとしてちょっと思ってるんですけれども。 ねどのあのなていうんですか土地に生まれるかとかどの女神様を信仰するのかとかそういうのを選べて自由に遊べたらもっと楽しくなるんじゃないかなーなんて最近思っております。というわけでそんな夢を語りつつまたいつか電子の世界でお会いできればいいなと思います。えー、ではまたいつか上田こだでしたありがとうございました。